ことでしょう。まさか予選開始から荒ん転し、一歩もその場から動かない。動く必要がないんだよ。もう終わっているからな。もっと食ったってんじゃねえよ、ピンク野郎。何があった？アラン選手に攻撃したにもかかわらず、その攻撃が術者本人に致命傷を与えたぞ。そしてアラン選手の周りには赤黒いものが渦巻いています。混沌支配アンチリバース。俺に向ける悪意、殺意のこもった攻撃を修正し、術者に返す反射系の技だ。俺はこの技を使うだけで全部終わる。自ら手を下す必要性がない。さあ、この前年度にはなかった新たな技でアラン選手はどう翻弄していくのか。すごいな、他の5人は圧倒的攻撃力を見せつけて倒してるけど、アラン隊長は弱、絶対的防御力で全員を喪失させている。しかもあの技、多分反射だけじゃない、他にも種がある。よこ失礼するわね。リオさん、いいんですか？大会の運営兼スポンサーのあなたがこんなところにいて。選手でもあるからね。それにロカちゃんの様子も気になってたし。予選はまあ、相手がわからないので何とも言えませんが、よっぽど異質な能力者がいない限り大丈夫です。そう、ならいいわ。本戦で会うのを楽しみにしているわ。そういえばリオさんはリーグいくつだったんですか？第22リーグよ。え、第22リーグ。私の1回戦相手のリーグだ。1回戦、楽しみね、ロカちゃん。まさか、宣戦布告に来たんですか？あなたはまずアランより私の対策を考えなさい。それじゃあ、また本戦のステージで会いましょう。勝負あり。最後までその場から動くことがなかった。第6リーグ通過者、アラン、ソルフリー。私の1回戦の相手はあのリオさん。想像以上にハードかも。ごめんね、昼ご飯買ってきたよ。明日のじゃんけんは絶対に負けないからね。どうしたの、ロカちゃん。私の1回戦の相手、リオさんだった。え、それはすごくハードだね。私は第26リーグだから2人とは離れてたけど。そうそう、私は第21リーグ、2人とは反対ゾーンだったしね。ごめん、ちょっと帰るよ。天音ちゃんに頼んで特訓相手になってもらわないと。うん、確か昼からこっちに来るって言ってたし大丈夫だと思うよ。少しでもあがかないと。さあ、続いて第7リーグ。なんと今回リーグリーダーである七節下選手は七東屋選手の実の娘。そして今大会初出場。さあ、どのような戦いを見せてくれるのか、楽しみです。さて、あまり手の内を晒すのはあれだし、とりあえず現時点だけで終わらせようか。それでは第7リーグ、開始。なんということだ。刹那、開始直後、会場が一気に血の海と化した。ち、一人逃がしたか。ランカの立ち。な、何がどうなってるんだ。なんで、みんな倒れたんだ。さあ、後から映像でも見て確かめたら。え？は、早い、見えなかった。私でも見えないほどの権利。これは今大会のダークホースです。第7リーグ通過者、七節下。すげえな、監獄島の時とは比べ物にならないレベルで強くなってやがる。確か能力を打ち消す能力者でしたね。1回戦の相手が彼女ではなくてよかった。確か凍結は第15シートリーダーだったよな。東屋さんのゾーンじゃねえかよ。まだ1回戦が程よい相手ってだけマシです。監獄島は実力主義、結果が残せないと立場が危ういですからね。かあ、ご指摘だねー。俺は第24リーグ、東屋さんのところの長女が1回戦の相手になるだろうな。確か前年度も出場してましたね。果たしてこの1年でどれほど化けたか。今大会も楽しめそうだ。すごすぎるよ、せっかちゃん。多分道影くんクラスの人たちをこうもあっさり。たった1年でここまで差が開いちまったのかよ。1年前の幻想郷の大会では俺の方が強かったのに。せっか、まさかここまで強くなっているなんて。下手したら現役時代の私よりはるかに強い。剣技にしても体術にしてもそう、無駄がない。むしろどうすればそこまでできるのか私の価値観でもわからなかった。これは私も頑張らないとだね、せっかちゃん。嬉しそうね、東屋兄さん。ああ、監獄島でリリアンを倒したのは聞いていたが、まさかあそこまで成長しているとは思わなかった。来るんじゃない、東屋兄さんのところまで。その時は俺も全力で受けなければな、楽しみだ。まったくこの人はやっぱり親バカね。普通険しい顔するのよ。それを今年一番の笑顔を見せちゃって。すごいの、結果よ。あれは多分浸水霊を使っても勝てぬぞ。能力を打ち消してたわね。私との相性最悪。まさかこの1年でここまで。完全に才能という分野では鉄火に負けたわね。でもいい、それ以外で私は鉄火や他の専属シーンの子たちを超える。私の得てきたものはそう簡単に突破させないわよ。
さて、次は白ジャノー。どこまで強くなっておるか楽しみじゃわい。そうね、私にとって一番大事なのは次の試合、白がどれほどの実力か、少ない情報の中で見つけないと。さあ、本日予選1日目最終予選、第8リーグです。白ちゃんの出番ですね。ことかちゃんは白ちゃんと仲いいのですか？はい、すっごく優しくて、話しやすくてですね。なら多分この試合、ちょっとギャップを感じるかもしれませんね。ギャップですか？戦闘時の白の性格は日常の麻薬、冷徹、好戦的、威嚇的、無慈悲、そんな性格になります。でもそれでいい、白は専属心の中でも攻撃型、戦闘において優しさは不要。私はこの後、とんでもないものを目にすることになりました。それは果たして会場にいる観客、選手すべて含め何人か理解したか。そう、それは間違いなく歴史の色を塗り替える瞬間でした。それでは、第8リーグ、開始。やつか蓬莱、人形。人形、で強制的に5秒間一定範囲の時間の動きを止める。だけど私だけには5秒という時間が与えられる。その5秒を使う。やつか蓬莱、1年。リーグはどのような、あれまだ1秒も経ってないのに、なんで真っ二つなの。ビデオ審査のところ開始直後、超スローモーションモードで確認し、白選手の人たちでリーグ選手全員の体が真っ二つに切れる映像が残っていました。結果、聖は成し遂げなし、第8リーグは決着となります。第8リーグ通過者、白。そして WCG で史上予選時間最短更新です。予選時間はなんと 0.5 秒。ちゃんと理解できた。結果ちゃん、私は絶対に負けないよ。本当、嫌になるわね。わらわは嬉しいのじゃ。歴代声優の中でもあそこまで強い声優はおらんかった。いかんのう、年じゃわい。あのさ、感動するのはいいんだけど、私は絶対に白を倒さないといけないんだけど。まあ、でも結果はおおよそ見当がついておるんじゃろう。時間操作、じゃないと 0.5 秒なんて無理よ。多分会場の能力者のほとんどがそう思うんじゃないかしら。信じれないと思うけど。でも大丈夫、まだ全部はわからないけど、時間操作くらいなら対策はできる。勝てると。不可能じゃないわ、私たちなら攻略できる。さあ帰りましょう。どちらにせよ明日からが本番だわ。私の予選、残りの予選リーグリーダーの発表。おそらく今日ほどスムーズには進まないと思うわ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。